い、こんにちは、まとめです。こんにちは、平沢です。ということで今回の動画は構想期間2年以上、はい、超ハイスペックの機械式高級時計開発レポートです。はい、長すぎた。待ってました。長すぎましたね。長すぎましたね。歴代で僕のブランドで6、7年やってると思うんですけど、はい、もしかしたらもうちょっとやってますが、うんうん、一番聞かれ続けましたね。そうですね。いつですかと、はい、それもそのはず2年ぐらいかかってるんで、うんうん、やるって言ってから、はい、そのものを見せるまでがね、うんうんうん、リリースまでじゃなくて物を見せるまでが2年かかって、今僕つけてるんですけど、はい、今そこにもありますね、うん、持ってください。はい、でまあね、まだサンプル段階で完成したわけじゃないんですけど、はい、見せれるぐらいまで来たんで、ようやくですよ。もしかしたらこれ、まあ、型から作ってるんで、はい、ありもんじゃないんですけど、まあ、モックって言われるね、はい、まあ、これのなんて言うんだろう、形だけみたいな、うんうん、の状態はお見せしたことがもしかしたらあるかもしれないんですけど、はい、まあ、そのモック何度もやり直して、うん、まあ、型代めっちゃ高くて、はい、ほんといろいろやって、うん、ようやくここまで来たっていう感じになっています、はい、まだここからめちゃめちゃ変わるわけなんですが、一旦ねサンプルとしてね、はい、動画出せるぐらいにはなったかなと思って、はい、今お見せしているところです、うん、時間かけただけあってめっちゃいいかも。めちゃくちゃいいですね。これやばいんじゃないかなって、はい、うん、でしかもコスパもちょっとね、はい、ありえないと思う、うんうんうん、でいけるんじゃないかって。結局最終の値段全く出てないんで、ここからいじるからもっと高くなるっていうのはあるんですけど、はい、まあまあいかれた値段で出せるんじゃないかなっていう。なるほどなるほど。話してる感じね、うん、でもまあ結論最終高くなっちゃうよくある話なんで分かんないんですけど、はい、今のところちょっと可能性ある、うん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 、びっくりさせられるんじゃないかって値段で、うん、でもなんかそこはシティの強みが存分に活かせるポイントですよね、うんうん、いや本当そうですね、うん、まあ、ハイスペックの時計って機械式時計ってマジでむっちゃ高いんですよ、天井知らずで、うんうん、はい、これ結構ビビらせられるんじゃないかなと値段で、うんうん、はい、思っております。あとやっぱ見た目かっこよくなったなって、うん、最近もうずっとつけてますもんね。そうですね、はい、僕相当時計持ってるんですけど、うん、マジでこれでいけんじゃないかなっていう、うんうんうん、やっぱりブランドとしての所有感っていう部分はあると思うんで、はい、まあ、それでねどうしてもそっちの他のブランドの方がいいよっていうところはあると思うんですよ、うん、人によって、はい、パテックフィリップとか、僕が持ってるのとパテックフィリップとか、はい、ジャガールクルト IWC とか、うん、まあ、カルテとかいろいろあるわけなんですけど、はい、もうそれはねカルテの方がいいよとかパテックの方がいいよって人は、うん、もうほぼ全員そうだと思うんですけど、うん、物だけで見たら、はい、僕なんか割とこれいけてんじゃないかなみたいな、うんうん、なるほどねっていうのがあって、僕そこまでブランドでそんなに所有感左右されるタイプじゃないんで、僕は、はい、まあ、自分で作ってるっていうのもあるんで、はい、結局これつけてますね。おお、なるほど。そうだから自信がだいぶあって、うんうん、思ったよりヤバくないみたいな。あ、まあね、確かにブランドロゴとか隠しちゃったら、うん、もう全然こっち選ぶ人いるんじゃないかなって思えるぐらい、はい、ちょっと個人的にはね自己満なんですけど、これ完全に、はい、自己満できてるんですよ、うんうん、それが嬉しくて、うん、いっぱい時計持ってるだけに、はい、これそれでしかも結構安くいけんじゃないかっていうのが嬉しいなと個人的には思ってます。いや、いいですね。なんか、つい先日リリースしたメガネ、うん、はいはいはい、はい、これもなんか時計と似てるなと思っていて。いや、そうだね。構想期間めちゃめちゃ長くて、長かった。で、いいものできて、できた。で、実物もめちゃ本当に良かったみたいな。僕が持ってるメガネの中でもダントツ一番好きなんで、そうそうそう、僕それもやっぱ嬉しかったですね、はい、メガネよりもコスパ感じると思う、これ、うんうん、メガネはまあなんか十何万のが5万でみたいな感覚だったと思うんですけど、はい、もうちょっと数十万のがみたいな感覚でこれつけられるんじゃないかなと思ってるんで、うん、喜んでもらえたらなと思ってます、うん、結構ちゃんとした本当ハイスペックになっていて、まあそもそも機械式時計なんですよ、はい、まあ、機械式時計って高いわけなんですけど、機械式時計になっていて、ムーブメントもジャパンメイドの、まあ、安定性が高い高級ムーブメントになっていて、はい、防水も5気圧になってますし、はい、ベルトこれ今、のイタリアンレザーなんですけど、はい、ここからブランドレザーにちょっと変えようかなと思っていて、まあ、お得意の、はい、そう、あのネイレザーとかちょっと試そうかなと思っているんで、はい、まあ、ベルトもすごいですし、はい、今後ろ透けてないんですけど裏付けにしようかなと思ってたりとか、はいはいはい、この透けた時この後ろを見せてほしいんですが、この裏側も今ねここで色が切り替わっちゃってると思うんですけど、はい、ここもねコーティングかけようかなと思ってたりとか、うん、まあ、あとサファイアガラスですし、316L ですし、はい、もうとにかくハイスペック詰まった腕時計になっています、うん、ちょっとわからない用語が飛び出てきたので結構でも本当びっくりするようなハイスペックになってます、はい、うん、あとバックルが D バックルに変わるんですよね、の予定なんですけど、ちょっとやってみて決めようかなと思ってますが、うん、D バックルにしたいかなって気持ちが今ちょっと上回ってます。なるほど、まあ、そのあたりもねちょっと動画後半で詳しく一つ一つねお話ししていこうかなと思っています、はい、
まあ、そもそもなんで腕時計作ったのかっていうと、まあ、これまでね手を出してこなかったファッションジャンルのアイテムなんですけど、うん、やっぱ僕結構頻繁にイベントをやってるわけなんですけど、はい、来てくれる人のコーディネートとか見てると、うん、どの部分が足りないかって結構わかるんですよね。昔だったら靴がやっぱ変わってないなとか、はい、靴さえ良くなればめっちゃおしゃれになるなって人が多かった時とか、うんうんうん、靴を頑張って訴求して、はい、靴重要なんだよってお話して、いい靴頑張って作って、そしたらやっぱ靴みんなちゃんと買ってくれて、うん、めっちゃかっこよくなるわけですよ。うん、で、あとメガネがうちちょっと弱いなっていうのがあったんで、はい、メガネ頑張ったりとか、はい、で腕時計、はい、ここはやっぱ足りてないポイントだったと思ったんで、確かに、腕時計頑張ってチャレンジしたわけなんですけど、うん、やっぱね腕時計はね絶対いいの手に入れた方がいいと思ってて、うん、最強のファッション小物なんですよね、うん、やっぱり動画目だってこれ目立つじゃないですか、はい、この腕時計って、で毎日身につけられるとコスパ高いですよね、はい、トレンドもないし、うん、例えばこれ10年後ダメになるとかないじゃないですか、はい、この見た目的にトレンド遅れに乗ったから10年後ダサくてつけられないとか、うん、腕時計ないわけですよ、はい、で劣化もしないし、うん、でもいわゆる機械式の高級時計って、まあつけてない人が多いから差別化もできると、はい、なるほど、あとはねいい時計ちゃんと持ってれば所有感も満たされるっていうところで、腕時計は最強のファッション小物なわけですよ。確かに、なのでまあちゃんと作りたいなっていうところがあったのと、例えばジュエリーちょっと抵抗あるよ、はい、って人も腕時計はつけられるじゃないですか、うん、そうですね、時間をねこうやって確認するって機能的な役割があるから、はい、つけてて嘘くさくないわけですね、はい、まあ、ジュエリーつけるのももう当たり前の時代なんで、うんうん、まあ、そこに抵抗感じてる人いたらどちらかといったら抵抗を頑張ってなくしてほしいんですけど、うんうん、そんな人でも腕時計はないと思います、うん、まあ、あとね単純にジュエリーとの相性もめちゃめちゃいいし、めちゃくちゃいいですね、合わせてつけるとかっこいいわけですよ、うん、手元にレザーが入ると引き締まりますよね、引き締まる、はい、でまあこういうところもゴールとかシルバーパーツになってくるから、うん、そもそものジュエリーとの相性がいいと、はい、めっちゃねこの手元のねコーディネートが完璧になるわけですよ、うん、でうちだとハイコスパで出せるわけなんで、はい、卸売してないから原価率めちゃめちゃ高くできるわけですよ、うん、まあ、こういう小物系って基本的に原価率超悪くて、はい、まあ、ジュエリーとかもそうなんですけど、うん、めっちゃ低いんですよ。洋服って普通 30% ぐらいって言われるのが一般的なんですけど、うん、ジュエリーとか、まあ、小物類ってほんとめちゃめちゃ低くて、うん、だからこそうちのコスパが光る部分でもあるんですね。なるほどなるほど、っていうところもあって、うん、腕時計ちょっと頑張ろうと思って、はい、ただね難航して時間かかっちゃいましたが、うん、やっぱ形がね一生やり続けてたんで、うん、このね型を作るっていうのが難しかったですね。全部オリジナルですね。そうなんですよ、はい、普通こういう、まあ、こう腕時計やるよってなったら、あ、出来物があるわけですよ、うん、で文字盤変えたりして出すわけなんですね、はいはい、したら早いわけですよ、うんうん、こう全部やってたんで、まあ、ここのえぐり方どうするとかめちゃめちゃやってたんで、うんうん、この丸のラウンドでいくっていうのはもう最初に僕決まったんですけど、そこからもう相当長くて、そっかそっか、大変でした、うん、確かにそうですよね。なんかありものだと文字盤これで、うん、ガラスはこれで、うん、そうそうそう、選んで組み合わせで作るできるみたいな、まあ、このケースの形があるんでね、はいはいはい、あとベルトどうするとか、はい、バックルどうするとかの話なんで、うんうんうん、スペック選びって感じになってくるんですけど、はい、まあ、ここだけでどれだけやり返したのか、うん、ここちょっとね、うん、ちょっと盛り上げるとか、ここ実はちょっとね後ろをへこませるとかなんかいろいろあるんですけど、相当やり直しましたね、うん、いかにね、はい、シャープに見せるかってこだわってたんで、はい、僕は、うんうん、めちゃめちゃ自信あります。あ、そうですね、この動画もね、うん、何度撮ろうと思って撮れなくなったことか。そうなんですよ、うん、この日にサンプルが上がってくるってのが、はい、大体なんかまあ数日前とか1週間前ぐらいに分かるんですけど、はい、じゃあさすがに撮ろうみたいな、うんうん、途中のね経過をお伝えしたいから、はい、まあそうですね、で出来上がってくる、はい、さすがにこれ見せられないよみたいな、もうちょっといいのになってから見せたいよみたいなのを、まあ1年半ぐらい繰り返してきたわけです。今日開発情報レポート動画撮るよって言ったら、ほんとに20回ぐらいあったんじゃないかな。全部なくなってっすよね。平沢くん頭おかしくなるって途中で言ってた。頭おかしくなりました。ようやく途中経過をお見せできるようになったといった感じになっています、はい、でそんな腕時計実際に今ここにつけているわけなんですけど、うん、日常でねつけてるシーンを撮影してみたので、そちらもご覧ください。本日ね、ベイン別注トラックセットアップ、トラックスーツ着用しているんですけど、この柄がねやっぱうちのベイン別注といったら、うん、一番ね有名なんじゃないかなと思ってます。もともとの色がこの白い部分、黒い部分じゃないんですよ、うん、まあ、こう白い素材に対して後から染めてるわけですね、うん、で染める時に絞ってるんですよ、うんうん、で絞ってるから生地が重なってる部分は染まらないわけ、うん、で染まってない部分がこう残って出てるっていう、はい、それ上下でやってるわけなんですけど、うんうん、まあ、この生地はそこがやっぱ
面白いところで、生地自体がめちゃめちゃ高価っていうよりかは、この加工でね、すごい手間をかけて、うん、そこにコストをかけてるようなアイテム。今日アクセはこれぐらいか、コーマルのカフつけていて、うん、あとは時計ですね。これもしかしたらこの動画だと初お披露目かもしれませんが、こんな感じの時計になっていて、まだね全く革が馴染んでないんで浮いてるんですけど、普通つけてるところがどんどん丸っこくなっていって、はい、馴染んでくれると、うん、でただ修正相当入れるんで、ここから全然違う色になったり仕様になったり、文字盤も変えるかもしれないんで、いろんなパターン試して今いろいろね試行錯誤中なんで、ここから変わると思うんですが、現状でもめちゃくちゃいいと思う。これ以上目指すというより、もっといい組み合わせがあるかもと思って、いろいろ試そうかなと思ってます。文字盤のパターン変えたりとか、このカラーをちょっと赤み持たせたりとか、風貌もちょっとね沈ませようかなとか、いろんなパターン試して、ちょっと一番いいのを模索してるっていう状態です。スペック的にはもうほんとこれ以上ないぐらいのスペックになっているので、楽しみにお待ちいただければなと思います。価格もね、まあ、このスペックの機械式で信じられないぐらい安くなると思うので、すごくちょっと期待しててほしいなって思います。はい、ということでね、今回作っている腕時計のもうちょっと詳しいお話していこうかなと思いますが、うん、はい、そもそもどんなスペックなのかっていうところからいこうかな、まずいわゆる機械式時計、クォーツじゃなくて機械式になっています、はい、まあ、高級腕時計の代名詞ですね、機械式になっていて、はい、ムーブメントもすごくて、はい、日本のねジャパンメイドのムーブメントになっていて、安定性があって故障しにくいっていう特徴のあるムーブメントを採用しております、うん、まあ、であとなんといってもね、型から作ってるのもやっぱポイントで、はい、まあ、作り手側からするとすごいお金かかってるポイントですね、うん、すごいフォルムをシャープに見せるためにラウンドなんですけど、はい、結構えぐってるって言えばいいのかな、わ、うん、かるかな、こう結構いろんなとここだわってやってて、ここ何度もやり直したポイントですね、はい、なんで実際の厚みとか横幅よりも薄く細く見えるように頑張って作ってますね、うんうん、というのも機械式時計っていうのはやっぱ薄く作るのが難しいんですよ、複雑な機構使ってればですけどね、はい、使ってなければそんなことないですけど、うん、なんで薄いっていうのは結構すごくて、はい、例えばパテックフィリップとかもめっちゃ薄いわけですよ、カントラバとか、はい、薄い、さすがにあそこまでの薄さにはできていないわけなんですけど、うん、そう薄く見えるように頑張って作ってると、うん、で僕いろんな腕時計持ってるわけなんですけど、はい、テック以外よりは薄くなったなと思っております。なるほど。でこの部分、今でいうゴールドの部分かな、はい、っていうと、ここはねステンレススチールを使っているわけなんですけど、うん、機械式時計はやっぱステンレススチールが主流なんですよ、クォーツとかもうちょっと安いのだったらね、はい、ステンレススチールじゃないんですけど、うん、高級機械式時計っていうのはいわゆるステンレススチールっていうのが当たり前になっていて、うん、はい、うちもそれを採用しているわけなんですけど、うん、その中にもグレードがありまして、うちが使ってるのは 316L ってやつなんですけど、はい、もうほんと高級のね、高級腕時計ブランド、トップオブトップが使うような、素材になっています、はい、で風防ですね、はい、この透明の部分、まあ、ガラスとも言われるんですけど、うん、ここもちゃんとハイスペック採用しておりまして、はい、このガラスって、まあ、一般的に3つに分かれるんですよ、はい、ミネラルとアクリルと、サファイアっていう3つに分かれていて、これはサファイアを使っているわけなんですけど、まあ、名前からしてもちょっとすごそうじゃないですか、うんうんうん、まあ、どんな特徴がそれぞれあるのかっていうと、はい、まずミネラルいきましょうか、うん、一般的な腕時計で使われているのがミネラルガラスになっていて、はい、ミネラル何がいいのかっていうと低コストなんですよ、うん、安いから値段も安く出せると、はい、まあ、あと加工がしやすいっていうところもあったりとか、うん、そういったメリットがあるんですけど、ガラスとしての強度はちょっと低めになっていて、大体5万円前後ぐらいの腕時計でよく使われていると、うん、5万円かぐらいかなってよく言われている、はい、まあ、一般的にっていう話ですけど、はい、でアクリルガラス、うん、まあ、これ現在というか昔ですね、昔の腕時計とかアクリルガラスでよく作られていたっていうのがあります、うん、で今回使用しているのはサファイアガラスというものになっていて、はい、もう強度が全然違うんですね、うん、モースコードっていうのがあるんですけど、はい、先ほどのミネラルガラスだと、まあ、3から高くて6って言われてるに対して9あるんですけど、まあ、それがどんなもんじゃって話だとは思うんですが、うん、高級腕時計ってやっぱ内部の機械を守んなきゃいけないんで、うん、このサファイアガラスが使われるわけですよ、うん、なるほど、機械式の中でも高いやつとかね、うん、なのでうちもサファイアガラスになっています。でバックルの話しましょうか、はい、今ピンバックルになっているわけなんですけど、これは D バックル、これがねいわゆる D バックルなわけなんですけど、はい、D バックルにしようかなと思っていて多分するんですけど、はい、そもそも D バックルって、まあ、どんなメリットがあるかっていうと、革が傷みにくいんですよ、はい、いちいちこう引っ張ってベルトを通してとかやんなくていいんで、うん、革を引っ張らずにカチャって止められるわけですね、はい、それが D バックルのいいところで、うん、機械式時計のまあ高級ブランド、はい、パテックとかまあ何でもそうなんですけど、うん、の中でも D バックルの方が基本的には高いものが多い、そうなん、ね、のが多いですね。なので一般的に高級な仕様と言われているんですが、うん、悩んでる理由がちょっとあって、置いた時 D バックルあんまかっこよくないんですよ、なんかわかんないけどケースの上とかね、なるほど、置いた時、はいはい、これはかっこいいわけです、うんうんうん、こう流れる感じ、はいはいはい、腕時計のケースとかちゃんと買って こ, う、ま、この状態で止めて飾れるようになればかっこいい、はい、D バックルも確かに、ちょっとうちケース出すわけじゃないしなっていうのもあって、うん、でも D バックルって
レザーがやっぱ傷まないんで、はい、使ってれば D バックの方がいいんですよね。結構違いますよね。違う、僕も D バックのデザイン持ってるんですけど、うん、全然傷まないです。傷まない、うん、やっぱ一箇所だけ傷んでいっちゃうんですよね、だんだんその自分の止めてる場所、うん、ね、はい、ちょっとだけもやっとする部分あるんですけど、おそらく D バックでいこうかなと思っております、うんうん、で裏がね今透けると、まあ、透けてない状態、機械式の構造がわからない状態になってるんですけど、はい、これを透けさせようかなと思っております、うん、でその時にコーティングかけて、はい、色の統一も測ろうかなと思っていて、うん、これは多分やりますね。スケルトンは所有感爆上がりしそうです。上がるよね、はい、取って置いた時ね、後ろ見たらめっちゃかっこいいっていう、うん、確かにこれ本当男心くすぐるんで、うん、無理やり裏返しにしそうだつけてる時に見せつけたって。いやだからでもね、裏透けはいいですよね、うん、で防水5気圧防水になっていて、はい、まあ、日常生活で困ることはまずない、はい、ぐらいのスペックになっています、まあ、一応5気圧防水だと、うん、まあ、一般的に言われてるのは、はい、まあ、農業行けるとか、まあ、水泳行けるとか、結構すごいよね。すごいすごい。そういったウォータースポーツとかでも、うん、まあ、一般的に大丈夫と言われています、あとやっぱ手に持って感じたんですけど、はい、このシンプルミニマルな文字盤も、うん、文字盤いいですね、はい、そうなんですよ、うん、文字盤でもまあ悩んでいてここから変わる可能性はあるんですけど、はい、シンプルっていうところは変えないで、うん、まあ、例えばブランドロゴとかは入れないでいこうと思っていて、うん、はい、このスペック本当すごいっていうのと、フォルムめっちゃこだわって型から言ってるんで、うん、それ存分に活かしたかったんで、はい、余計な情報ちょっとなくして、うん、シンプルでいこうかなとは思っています、うん、でまあここから結構修正が入るわけなんですけど、はい、例えばこう今ゴールドじゃないですか、これもシルバーに変わるんで、うんうん、もう別物の見た目だと思います。このブラックベルトの組み合わせの場合ですが、はい、まあ、ちょっとシルバーにしようかなと思ってて、はい、こっちが超濃いブラウンのベルトなんですけど、はい、黒に近い、こっちはややローズゴールド寄りにしようかなと、うんうん、ほとんどこの色味からそんな変わるわけじゃないんですけど、これちょっとローズ入れようかなといった色味の変更をしようと思ってたり、はい、後ろスケルトンでしょ、はい、さっき話した通り、はい、でここもコーティング入れて色を変える、はい、ベルトはあのネイレザーとかデュプ入れば、まあ、試そうかなと思って、はい、文字盤変わるとか、はい、あとベルトですね、ベルトの穴をちょっと増やそうと思っていて、はい、で僕ちょっとこれでかいんですよ今、うんうん、僕ちょっと腕が異常値で細いんで参考外なんですけど、はい、ちょっと自分ちゃんといけるようにベルトの穴増やそうかなと、うん、思ってたりとか、はい、ベルトの付け替えできるようにしようかなと思ってたりとか、うん、ありがたい、はい、なんか修正ポイントは結構いろいろあるんで、はい、ここからかなり変わるんですけど、はい、まあなんとなく見せれるところまでは来たかなと思ってます、はい、バリエーションはこれの2種類ですか、うん、そう2種類で考えてますね、はい、2色展開って言えばいいかな、うんうん、まあ、あと先ほどお話しましたがバックルも変えようかなと、はい、D バックルちょっと試そうかなと思っています、うん、ちなみに平沢君どっちのカラー狙いですか、うん、まあ、これシルバーになるんで想像つかないかもしれないけど、うんうんうん、パッと見はブラウンですね。かっこいいよね。かっこいい。かっこいいんですよ、ブラウン、うん。ブラウンめっちゃいいなと思いました。うん、めちゃめちゃいいかも。うん、ちょっとこの動画で話すべきかは、うん、いまいち怪しいんですが、はい、シティで発売されたあのメガネ、はいはいはい、はい、あれを買わせていただいたので、ありがとうございます。あれがちょっとね、ブラウン調の、うん、はい、クレームだったので、はいはいはい、あれと相性いいだろうと。色合わせ的にね。はい、メガネかけてこれつけるみたいな、うんうん、なるほど、まあもうそのもの自体もかっこいいんで、うん、一目惚れしちゃった感じではありますが、はい、これシルバーになったらそれはそれでまたねいいな。そうなんですよね、悩むと思うよ。悩みますね。めちゃ悩むと思う、はい、僕も選べないですからねこれ、うんうんうん、激ムズだと思う。そうですね、まあ、ネクロシルバーだと合わせやすいじゃないですか、うん、間違いないよね、うん、でもなんかグランゴールドもちょっと大人っぽい、そう、うん、クラシカルな感じ、クラシカルな感じがあってイケてるおじさん感あるよね。そうなんですよ、これで完璧に合わせ切ったら超かっこいいなみたいな。そうなんですよ、ブラックシルバーは間違いなくもう脳死で合わせやすいみたいな、うんうんうん、悩みますね。そこで悩みます、うん、はい、ということで、開発レポート、はい、こんな感じになっているわけなんですが、うん、まあ、その後の進捗とか、はい、まあ、実際の、ね、リリースを、ね、見逃したくないはい、なんて人は概要欄にあるリンクから LINE 登録していただけると、うん、そういったね限定動画とかも出していたりするんで、はい、そういうのも見逃したくないって人はぜひね概要欄にあるリンクから LINE 登録していただけたらなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。